ということで、あ、春です。忘れてた。どうも。また出ました、タカです。もうそろそろ動画慣れしてきてますね。で、今レッスン終わったとこなんですけど、とても反省してらっしゃるので、ちょっとその反省会を今からやって、もう全国規模で公開しようかな。公開処刑です。本当そうだよね。まあそんな嫌味な感じじゃないんですけど、まあ今日はあれですね、何小節なのか、12小節ぐらいかな。1、2、3、4、そうですね、12小節ぐらいのリードフレーズですよ。16ボーン部でオルタネートピッキング、はい、で、チョーキングと半音チョーキングが混ざったようなリードフレーズを課題としてやったんですね。はい。で、この課題が休めたのがいつでしたっけ？6月の。え、本当ですか？確か。5月10日にやってしまう。ちゃんと履歴残してあるから。2ヶ月でやってます。なかなかクリアできないんですよね。これは別に高さんが、何、練習しないとか、下手だ、そうやって言ってるわけではないんですよ。うん、で、なんで今日できないんだろうってところを、ちょっとね、二人で反省会しようと思って。よくあると思うんですけど、家では弾けたのにっていうワード、皆さん言うでしょ、きっと。まあ僕も思うんですけどね、そういう時は。でも、タカさん今日そのワード使ってたじゃないですか。はい、使いました。あれって。もう今日始まってすぐ使ってましたもんね。あれ環境変わると弾きにくいですか？環境変わると弾きにくい、うん、結局レッスンの場であって、うん、間違えようがなんだろうが、うん、多分構わないはずなんですよ、うん、構わないはずなんですけど、うん、なんかこうカッコつけちゃうみたいなところが多分出てくる。いいとこ見したろうっていう感じのところが多分中にあったりとか、あとはそのまあこれなんかこうごますってるような感じなんですけど教えてくれたのに伸びてない自分を出しちゃうのが申し訳ないっていうところの気持ちがあったりとか、だからせっかく教えてもらってるんだから上手くならないといけないし上手くなるところを見てもらわなきゃいけないからなんか僕がすげえお高い人でもでも家でメトロノームに合わせて弾けたって言ってたじゃないですか。はい。で今日は、僕がそのコード弾いて、はい、じゃあタカさん宿題だとリード弾こうねって言ったじゃないですか。はい。でコードになると弾けないですよね。そうですね。メトロノームなら弾けるのに。でさっき僕レッスン中に言ったんですけど、メトロノームなんか難しくないですかって。だってメトロノームって頭拍しか出ないじゃないですか。はい、で、チッチッチッチって、でそこに16部全部かみ合わせていくので、難しいはずなんですよ。はい、で、コードだったら、ね、コード、チャカ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 チャン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 とかね、間埋めてくれてるから、はい、で、でも取りやすいはずなんですけど、あれ、なんでですかね。なんでですかね。でもレッスン中に多分おっしゃった通りで、やっぱそのリズムっていうかこの拍のリズムにこう乗っかるんじゃなくて、なんかコードがあるともうコードに合わせよう合わせようっていう、そっちの気が立っちゃってっていうのを言われた時に、もしかしたらそれが原因なのかもしれない。こうなんか進行変わり目を意識してるんですね。でもメトロノームの時はリズム意識してると思うんですよ。はい、そのままやってくれればいいね。そうなんです、ね。で今日起こってた事象としては、なぜかタカさんが変拍子にしてくれるっていう勝手に変拍子にしちゃダメだっていうのに2箇所ぐらい変拍子しましたもんね、2小節ぐらい。4分の3拍子ぶち込んでくれた。あ、そっちからね、僕は合わせるっていう。まあ合わせるけど、それ合ってないからね。
最初僕合わせてましたもんね、4分の3拍子でいつも。そうですね、もう何回もそれやるからもう合わせないから、ね、僕はもうそのままちゃんと4分の4拍子ちゃんと弾くからねって、はい、だから高さを間違えると、はい、高さだけどっか行くっていう、そう、休符がなくなっちゃったりとかね。そうですね、で焦って早く弾いてとか、はい、最後のジャンドとやばいとかあと、何ですかね、うん、ポジションを見失うですまあでもそのね、コードに合わせ慣れてないっていうのも、まあ、先にちょっとレッスン内でも話したんですけど、まあ、ドラムが入るとなんか分かんなくなっちゃうとか慣れてないから、はい、そっちに注意がいっちゃうとか、はい、で弾きにくいって方もいるので、はい、まあ、その類なのかなとは思うんですけど、まあ慣れかなやっぱり、あ、どうなんですかね。でもこの間のセッションの時ですね、うん、今、まあ、ふと思ったんですけど、うん、セッションで1曲やったんです、うん、やったじゃないですか、ステーキマン、ステーキマン、まあ、矛盾してるんですけど、うん、あれ、ドラムの音めっちゃ助かったんですけどね、あの時。そこまで来たら弾きやすいですよね。あ、このタイミングだっていうのが。そう、メトロノームと違って、あの穴を埋めてくれてるんですよね、今を。合わせやすいはずなんですよ。でも、うん、今日はできてないんですよね。コード変ですよね。その自分で弾いてるのを信じきれないんじゃないですか。はい、ああ。自分の練習したリズムとかフレーズを信じて弾いてれば合うはずなんですよ。だって僕もその4分の4拍子の中で弾いてるし、はい、その4分の4拍子の中でリードを弾いてるので、はい、絶対合うはずなんですよ。あ、うん、はい、でそれをなんか自分のリズムが信じられなくなって疑心暗鬼に陥ってきてははははってなって速くなったりとか逆に詰まったりしてるんじゃないですかね。可能性はなくもないですね、うん、多分ですけど、うん、その休符、うん、休符ね、はい、休符で何泊休むとか、うん、あのですね、そこがこの休符は何泊休むんですよっていうのは頭で、あの、うん、意味は分かってるんですけど、うん、それの意味がバンってやるとなんか体が出てこないっていうのが、そう、休符を飛ばす男です休めない、待てないよもう女性に嫌われるパターンじゃない待てない男そうです、多分休符が多分しっかりと、うん、身についてないんだと思います。焦っちゃうんでしょうね、休んでる時に。休んじゃいけないと思うんですかねはっきり来たらという、うん、まあでもその4分の3拍子になってる原因は休符飛ばすとですもんね、やっぱり、ね、はい。でまあね、いろいろ試行錯誤しながらね、何が原因だろうって話し合いながらやってたんですけど、もう最終的に負のループにはまってそうです、うん、そうだ。結局ちょっとまあね、もう一回宿題になったんですけどでもあれだけ繰り返したら負のループにはまるの分かりますよ。ああ、分かります。なんかね、負のループにはまるともう何気ないところで間違えるんですよね、はい、最後そうですよね。そうでした。さっきまでスムーズにいってたら初めの方でしっかりやってたそう、何でもないとしたか。そう、全然あるあるです。僕がレコーディングしてても何回も繰り返してると全然違うところでしたかというのがあるので、うん、まあ、負のループに入ってもらったものはしょうがないのでもう一回やってみてください。わかりました、はい、そんな感じの反省会でした。はい、うん、まあ、皆さんも多分あると思うので一緒だよとか共感していただける方、高さん頑張れって応援メッセージでもね、よかったらコメント書いててください。一応今声は張ったんですけど聞こえづらいかもしれません、すいませんでも今日多分動画慣れしてるから大丈夫です一応カメラ近くに置いてたし何かあったらね、高さん声ちっちゃいよとか高さん頑張れとか僕も一緒だよとかね、励ますのコメントをお待ちしておりますので、ってことで終わりまーす。じゃあまたね、高さんお伝えしますですか。はい、ありがとうございます。